半妙は、甲虫目をサムシカの半妙赤に分類される昆虫の総称、または、日本列島の一部の地域に生息する波半妙を示すは妙。本項目は主に校舎について扱う。都市部の公園などにも生息しており、比較的身近な虫である。半妙の成虫の体長は20ミリメートルほどで、日本列島に分布する半妙科の中では最大の種である。頭部は、 金属光沢のある緑色。前肢はビロード状の黒肢色に白い斑点があり、前胸部と前肢の中央部に赤い横帯が入る。体の下面は金属光沢のある青緑色をしている。体には独特の香りがあり、果物のような方向と感じる人もいる。成虫は春から秋まで見られる。日当たりが良くて地面が湿っている林道や河原などに、 生息するほか、公園など都市部でも見られる。人が近づくと飛んで逃げ、1から2メートル程度飛んで着地し、たびたび後ろを振り返る。往々にしてこれが繰り返されるため、その様を道案内に例え、道しるべ、道教えという別名がある。大きな複眼と鋭い大顎を持ち、敏少な動作で小型昆虫などを捕らえて食べる。 幼虫は細長い体と大きく鋭い大顎を持ち、硬いらちに垂直に円筒形の巣穴を掘り、平らな頭部で穴に蓋をするようにして潜んでいる。昆虫などの小動物が穴の金傍を通りかかると、穴から前半身をリで大顎で捉え、穴の中に引きずり込んで食べる。幼虫の背面には前方に向いた大きな針状の突起があり、 力の強い獲物を捕らえる際に穴の外に引きずり出されないよう穴の内壁に引っ掛けて体を固定するために用いる。冬は成虫で途中で集団越冬する。日本列島の一部の地域。以下は代表的な地域である。ありがとうございます。